しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サバーカしげパズやっていきましょうということで、本日は降臨タイムアタック2が来ているということで、こちらやっていきたいと思います。今回ビッグフット降臨ですね。まあ、前回、スタージャスティス降臨、これでね、僕があの動画の中でめちゃくちゃあのタイムについて間違ってたんですけど、上に表示されてるのはあくまでも制限時間20分の、その1200秒、そう1200秒がカウントされてるのに、あれが2分半だと思ってて、なんだこれすげえ楽じゃんってやってたっていうね、すごいバカをお見せしてしまったんですけれども、今回はしっかりやっていきたいと思います。3分だから180秒以内にビッグフットに勝てばいいんでしょ。はい。でバトル8なんでね、結構ね大変っちゃ大変な気がするんですけれども、まあ報酬がうまいということで早速やっていきましょう。さあ行くぞ。はい、パーティーはこちら、またイチゴイナでやっていきます。やっぱりね落ち込んだしで追撃持ちっていうのがね、本当にこのコンビは強いですね。でパーティーどうしようかなってサブ悩んでたんですけど、まあトグロ弟入れていいかなって思いました。ビッグフットはね悪魔バランスタイプなんですよ。なのでまあ悪魔バランスでバランス持ってて、さらにバランスアシストしてって感じで、まあこの1体で倒せるだけの火力出るんじゃないかなと思うんですけど、まあ若干足んなかった時のために比叡にも悪魔キラーをつけてきております。であとは闇ドロップ供給で、ルシファー入れて、すいませんこっちスキルレベル上がってないんですけど、ナメプかな、いやいける気がするんだけどな。道中そんな難しくなかったと思うんですけど、ボスしか覚えてなくてそこだけ不安ですけど、一発で勝ちましょう。300秒ね、だから、制限時間1200だから900秒までにクリアすれば OK。 よし行きましょう。一発で勝つぞ。色足んない、あバインド来るんかい。冷えで高速コンボ、こんなんでいい。OK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 。 闇が1234566じゃ足んないので、あ消されたね。あちょっと危ないね、いろいろ結構ギミック飛んでくるな。やべ C なんとか使っちゃったな。そして闇振らせたいので、もうちょっとコンボしたい気持ちはあった、気持ちはあった。やばい、これあの C な打ちたい。あー全然闇がないな。いやー、いいな、使うか。何も考えてない脳筋パーティーなので、あ全然消せてない。闇降ってきて、いっぱい降ってきて、全然打ってこないんだけど。ひえ指、一旦回復しとけば大丈夫でしょ。ひえ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 、おあとがひひひびごう。ひえ、あ待って回復ないけど、なんか先生大丈夫ですかね、先生大丈夫ですかね。まだ時間はある、900までだよね、さっき確認した、900までいける。あー大丈夫だね、 OK。 シーナ全然たまんないじゃん、悔しいな。でね、ガンガンスキル使っていくよ、タイムアタックなのに。はい、まだ大丈夫、まだ大丈夫、900秒までまだあるから。はい、10コンボ、ちょっとヒエの目覚め。よし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 、上々に降ってきてる。あ先生あるじゃん、いやん。オッケー、じゃあもうこれでいいよ、これでいいよ、バインド効かないからチュアンなら。でスキムも4あるので、4以上あるので初ターンで使えます。もうパリンパリンで抜いていくから関係ないね。ヒエは欲しいな、あと5か。バッチは封印にしてきました。ダメだ、真剣なあまり無言になってきた。
いいよ、いい感じに闇あるな。で、ここは回復しないといけないんだよ。ただ回復減っていうね、回復減星のされるから、それをどうにかしたい気持ちはあった。忘れてた。あ、回復渋、回復渋、これやばくね。指取り返す。回復消さないで。あぶね。回復追いつけ、追い越せ。回復追いつけ、追い越せ。頑張れ、負けるな、赤組。うわ、3万しかね。受けれるか、さすがに。バトル5。ここまだ大丈夫ね。1,2,3,4,5,6 しかない。闇温存、闇温存、闇温存だよ。消してるよ。はい、オッケー。手腕帰ってきたけど、1,2,3,4,5,6 か、足んないな。え、受けて受けて受けて、25,000どうす。オッケー。回復したいのに手腕で自傷していくっていう、この矛盾ね。よし、冷えきた。ただロックが降ってくるのか、こっから。水が降ってくる。ルーレットが始まる。すごいな、すごいな。じゃあもうこれ無効貫通でよくない。この後の盤面だよ、結局さ。あー、闇あるけど、盗難、時間は余裕ある。だからこれしっかり無効貫通組もうよ。あ、待って、闇がない。え、これ足りる ?6 コンボなんだけど、やば、ひどい。おお、え、でも足りた。え、これトグロが強いんじゃね。やるじゃないか。はい、なんとかすっごいガバガバな編成でしたけれども、なんとかなりましたね。はい、報酬がめちゃくちゃうまいです。ノエルありがとうございます。プラスが800届きまして、さらにドラゴンキラーが2体で、悪魔キラーが2体、神キラーが2体ということで、本日はビッグフット降臨でした。ビッグフットはね、本当に、さっきと同じような感じでバランスキラーだったり悪魔キラーを持ってる子入れてあげればだいぶ抜きやすくなるのかな。で、道中はセイレーンで割合を食らった後に、その何フロア後かに先生が来ますので、しっかり回復できるような状態を作ってあげれば負けることはないかな、道中は。うん、僕がまさにそれで負けてしまったので、うん、そこだけ気をつけていただいて、ボスは超火力でワンパンしましょう。それできっと3分以内は余裕だと思います。はい、今日はね、タイムも間違えてないし、いい感じに、まあ一回負けちゃったけど、いい感じに終われたかなと思います。ということで、引き続きこの無課金サブアカも応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。さよなら。